睡魔睡魔ゆっくり寝てくださいっていいんですね。ゆっくり私が寝たら私は明日のお昼まで寝ちゃいますけど、いいんですか。いいんですね。こんばんは。スケクさん、コウタさん、めっちゃキノコさん、MJS さん、恋してカープさん、ユウちゃん、中野さん、ジョンファンさん、ヤジウマさん、ナイスペンギン、おいでます元気さん、セリアさん、ヒロフミさん、20世紀ともちゃん、中田さん、かぼっちゃ、奥行きさん、熊高さん、マグスさん、ヒロフミさん、吉田健一さん、ありがとうございます。12時間以上、いや12時間以上はさすがに寝れんよ。でも今寝たら、今寝たらっていうか今から配信して、配信終わってお風呂入って寝たらまあ12時ぐらいにはなるから、そこから寝たらまあ1時とかになるなって考えたら、まあ12時間以上はあんまもう寝れんかも。さすがに、さすがにね、8時間以上は余裕でなるけど、今日は福岡で、福岡でのフェスでした。ハローユースさんとのね対バン、ハローユースさん主催の対バンでした。シュンスモンブランさん、ありがとうございます。これをいた、めっちゃ近くて湧きましたって。そりゃ良かったです。ああね、そう、白白ペンライトたくさん見えました。これは今日の髪の毛チェック。取れたか、なんか取れんの、これだな。今日も取り下ろし助かるって、え、撮ってないよ、メールの写真、メールで 送らないですよこの写真は意味わからんでしょ、こんな顔も写ってない
こんな写真を送りませんよ。これは私用です。私の今後用です。需要あるとかじゃない、送りたくない、なんで送らないかの送らないときは送らないよ、送らないよ。ね、しろしろペンライトもたくさん見えまして、ありがとうございました。来てくれた方、赤色サンタさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。福岡はやっぱ来やすいかな、分からんけど来やすいのでは、交通の便が良いのでは、便利が良い。福岡気分味わえた、福岡気分というか、まあ、一瞬家に帰って犬たちとご飯を食べて食べました。糸ちゃん、ピエロクマ、これピエログマ、ありがとうございます。ガモーさん、オニくん、ありがとうございます。おかえりコールないよおかえりコールはありませんけどね、なかったですけど。そんなので思いつく人がね、言いに来てくれないとダメですよね。犬喜んどった。でも言うてあったの、今週もさ、今週福岡で仕事あって、その時も一瞬帰ったけんさ、その何日かぶりにいなくなったと思ったらまた現れて現れたかと思ったらまた秒で消えてしまったけん、上げ下げ感情が犬たちの中であるかもしれない。右と左で違う気がする。また帰ってきたって喜んだのにまたおらんくなったみたいな。ビデオ電話とかしないのって、しないよ、まず電話しないからね、私は電話線。人とそんな電話線かも。でも今までも何回か福岡のフェスに出たことあるけど、今日が一番人来てくれた気がする。人っていうのはあの白白の人たちねそう、今日がなんか一番今までの福岡のフェスで
おった気がする。普通に公園かなみたいな、 STU の公園かなってぐらい見る場所があった。まあいいか。ピロシさん、ピエログマン、ミスタラさん、スケさん、ありがとうございます。ね、明日はオンラインです。月1ぐらいの頻度のオンラインです。残り少ないオンライン、なんかあのあれがあるはずだから、あの今までのいろ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 な話題が結構あれもうない、オンラインの間でいろいろと出来事はあったと思うので、もう話せる機会で言うとあんまないのでね。あ、明日雨なの？そう、再販も受付中ですのでお待ちしています。めっちゃ目が乾燥してきた。しかもなんか今日はさ、いつも今日はなんかいろんなところでさ STU のイベントが、広島どこだ、香川、香川かな、違うかな、福岡といろんなとこで会っていたので、まあいろんなところで会っている日こそここを選んできてくれたというところにポイントをあげたいポイントをあげたいですね。
選んだポイント。どっかに行っていた人にマイナスを与えるかって言ったら、それはまあ基本与えないですよもうどう考えてもあなたは私推しでしょみたいな人にはもう大罰ポイントあげます。もう振り出しに戻るぐらいの大罰ポイントをあげますけど、基本はプラスポイントですね。罰ポイントとか言ったら喜ぶでしょ。じゃなくてもう本当に振り出し、初対面初対面に戻ります。勝手にリセットしちゃいます。ビタミンさん、かぼちゃありがとうございます。もうすぐハロウィンですね。スケさんナイスペンギン、ありがとうございます。今日異常に目が乾燥する。サラッピー、ピーじゃないです、ピーです。ひらがなです、日本語です。ピーではありません、アルファベットではありません、日本語です。日本語なんで、そこ間違えなくですね。せっかく褒めても間違えてたら逃しませんよ。矢島さん、ありがとうございます。私は世の中そんななんかハロウィンハロウィンしてないって噂聞いたけど、どうなんでしょう。ハロウィンハロウィンしてないんでしょう、渋谷とかも。大変だからね。危険だからね。あら、明日雨か、広島。でも全然なんか寒くないね。
明日の広島24度とか、何度からが寒いんかな、20度とかからは寒いんかな、ちょっと24、雨、まあオンラインなのでまあ雨でもいいですけど、雨は嫌ですね。夕方から雨かな、夕方から雨になるみたいです。あ、やば、53分。明日初めてのオンラインって待ってます。ねえ、まあ、でも今回のシングルがオンライン1日3時間なのであっという間に終わりますね。あっという間に終わります。リアルしか来なかったら、まあリアルしか来なくても別にいいけど、リアルしか来なかったら全然会う機会ないので、オンラインも来てくださいって感じです。実際今回ね、直接会う系のやつ、いや全然やってないしね。なんかさ、2日連続とかは別にあんま求めてないけど、なんかまた来週ねみたいな、来週も来週も直接会うお話会みたいなさ、やったらいいのにって思う。なんかもうみんなもさ、また来週会うんかみたいなぐらいの感じでさ、昔はでもそんなんだったじゃん、毎週のようにさ。昔っていうのはまあ本当の昔なんですけど、毎週のようにさ、あったけんさ、もうみんなもいいわぐらいのさ頻度でやればいいのにって思いますね。今後はオンラインも行くようにしますって、忘れませんよその言葉私そういうの意外と覚えてますからね。嘘つきは忘れないよね。リアルやったらね、マジで全然ない、実は全然ないので。直接は行きにくいって、実は生きにくいだと、まずはオンラインを通ってからそんなことは言いましょう。遠征費があって、いやそれはそりゃ広島だけではなくやるんですよ、こっちが行く
パターンもそれは作るんですよ。毎週広島ではなく、そこはね、熊高さん、みっちさん、ツッキーちゃん、タネさん、ありがとうございます。そうやけん、全部に遠征してし、あ、やばい、もう50分やん。全部に遠征してしまえば毎週会えますみたいなやつ。のんきに話していたら58分になっています。今まで現地に行かないと話せなかったけど、オンラインで話しやすくなった。まあそうよね、逆にね、言うとそっちパターンもあるよね。やばい。昔の握手会は全グループ同じ会場で、それやばいよね、冷静に考えたら。だって毎回さ、推しがいると思ったらもうこっちも気が気じゃないこっちも気が気じゃないですよ。オンラインやけんちょっと行ってみようかなみたいな思える人もいるよね、きっと。やばい、めっちゃ今日目が乾燥する。目が乾燥するってか眠いんか。11月公演多いかな。11月はでも、あ、確かにね、最近の中で、まあでも言うて3つ、7、13、14だけじゃないかな、きっと。それだけではないかな、わからないけど。
めっちゃ筋肉痛なんよ。なんかもう今日なんて階段降りるのも痛いぐらい筋肉痛で、なんでかなって感じ。でも今日さやかりんに筋肉痛になってるか聞いたらなってないって言ったって。いや、じゃあチャートリーではないかなみたいな。でもチャートリーかな。でもね、めっちゃ筋肉痛なんよね。まあでも先週とかは全然そんな、なんかさ、そんなに動く機会がなかったのよ。公演もなかったしみたいな感じだったんですよ。だからかな、急にレッスンと公演とってやってめっちゃ動いてるけんさ、聞いてきたんかな。そうですよね。そうで、チャートリかなって言ったらさやかりに、でもチャートリそんな筋肉使わんくないみたいな、筋肉痛なるようなあれじゃなくないって言われて、なるわなるわなるわっていう話した。きついだろってどう考えてもきついだろって、おめえが力込めてないんやないんかとか言って今日ずっと言っとった。あんたが力入れてないんやろとか言って、でも私今日この前の公演力入ってたって言われたよとか言っとった嘘つけやとか言って今日言ってました。なんかさやかりんとの会話はね、人に笑われること多いんよ。誰かにうちらの会話を他の人に笑われること多い。さやかりんは意外とまあネタ通じる系なので、まあたまにちゃんと説明せんと一生会話成り立たん時あるけど、ネタ通じる系なんで結構なんかいろいろ笑われる。そう、なんかさやかりんにチャートリの時にさやかりんの違うところを教えてあげたら、なんかダンスの先生に喧嘩だと思われて、そうめっちゃムカついためっちゃムカついた。サラはそうめっちゃムカついた。その話今日もしとった。しかもなんかその時は良かったけど、なんかその後その次の日のさやかりんがおらん、他のメンバーがおる、なんかその時の空気感を知らない人たちの前でまたその話をダンスの先生にされて、もうしつけやしつこいわと思って、そうさやかりんもおらんし、なんならダンスの先生はさ、メンバー同士の関係とかあんま多分知らんけんさ、知っとるところもあるんかもしれんけど、多分もう私とさやかりんが仲いいとも思ってなさそうな感じやから、関係を知らんやつは静かにしといてくれと思って、ね、そうそう喧嘩、なんかそう喧嘩ってよりもどっちかっていうと、もうこっちがもうもはやいじめとるぐらいの言い方をしてきて、マジでもううるせえよと思って。したら割となんかサラみたいにズバズバ言う系のダンスの先生が言ってくれましたよ。なんかよく見る光景よねみたいなそう
教えてあげないより教えてあげる優しさの方が大事よねみたいな、そう言ってくれた。もうそれがなかったら私はもう切れてたかもしれないダンスの先生にダンスの先生に切れとったかもしれない。次言われたらもう私は切れる次言われたら切れますよ。じゃああなたが言ってくださいって言うよ。もう絶対に言うからねだったらあなたが言ってください、見えていますよねそこにいますよね全然言いますから私言っちゃいますから。そんなこっちをなんかもうひどい扱いをしてくるんだったらそちらが言ってください。そうだよそうだよ、そんな怒るって。でもそうじゃない、考えてみてよ、考えてみてよ、みんなだって考えてみて、私の立場になって考えてみてよ。まあ、みんなそんな細かいことじゃないからね、あれだよね。そうだよ。そしたら急に謝られそうなんかそういう意味じゃなくてみたいな焦りそう、ダンスの先生が焦り始めそうで、さやかには何が起きとるか分からず笑ってそう、なんかみたいなえ泣いたらすぐいいんだけどね、別に私が怒らずに私が泣いちゃえばもう一番早い話よそんなでも泣くのはずるいじゃんと私は思うから泣かないけど、別に泣いたらいいんだよ、別にこっちが泣いた方がそっちが悪く見えるんだからね現場楽しそうで、楽しくないわ。いやその時は別に何も思わん、なんかその時は何も思わんけど、そういうのってさ、なんか家に帰って一人になった時とかになんかだんだんさ、ん？てかあれさってちょっとなんか思い出すことない？みんなもないですか？職場とかでその時はなんか笑ってなんかすいませんみたいな、はははみたいな、はははってやっといたけど、帰ってからてかあれこっち悪くなくね？みたいな、なんか腹立ってくる、どこにもぶつけようのない、なんかてかあれ何みたいな、はみたいな時がある。そう、それになったんですよ私は。そう、帰ってからんてかあれ何みたいななるやつ。そう、帰ってからで、サラはその後でさやかりんに言った、さやかりんのいないレッスンの時にまた言われたんだけどっていうねそう、そうなんだ、いいもん、次言われたらこっちだって戦うんだからキョンシーさん、松永さん、ともゆきさん、ありがとうございます。ゆうちゃん、ありがとうございます。そう、思い出しちゃいけないやつです、あれはもうスッと脳内から消すしかない。ちょうどメールが届いた、メールは届いたのでストーリーに載せようかな。
そうちゃん、ありがとうございます。うちのワンコたちを送った。なんか夏は犬と行けるところがねめっちゃ少ないんよ。もう絶対室内じゃないと、犬もさ暑くてさ、暑いし人間も暑いけんさ、テラス席は夏はいけないので、なかなか今の時期やったらテラス席でも行けるし、行ける場所が多い。今日は普通にカフェではなくご飯に行きました。いい時期ですよ今は。もう一匹、そう茶色い子はね、この前のファンクラブに載せた Vlog を見てもらえれば分かる通り、あんま登場せんマイペースです。カフェじゃないのでインスタに投稿する感じではないですねそういう感じではないかもしれない。広島にもなんかそういうおしゃれな店増えてほしい。最近さオープンテラスっていう、なんかさもうオープンみたいな、もう外から見ても店の雰囲気わかりますみたいな、おしゃれなお店いっぱいあるやん。良い。広島もさ結構おしゃれなとこ増えた気がする。やっぱなんやっけ、あそこゲートパークとかできて結構違うよね、都会感と言いますか、なんと言いますかなんと言いますか、発展している。あっちの方にもねさ、まだ行ったことなくて、エディオンのでかいとこ、エディオンピースみたいなところ正式名称わからん、エディオンピースみたいなところもまだあの辺行ってないけどさ、
ケートパークみたいな感じの雰囲気いい感じのやつができとるやん。ヒロパってやつか。雰囲気いいところが好きです。ね、もうちょっとでさ紅葉の時期になるよね。去年かな、アリちゃんと行けたのは。去年じゃないっけあれ。まああれはね東京で行けたんやけど、メール届いたからストーリーにも載せようかな。なんかインスタがやりづらくなった。あのエディオンなんたらスタジアムみたいなのができただけでもさ、都会感が広島に出ている都会感が。広島駅もさ豪華になっとるし、広島もまだまだ発展しそうですね。アリちゃんとオシャピク行ったのは広島でオシャピクしたのは言うて12月頭とかかな。結構寒かったあの頃は。もう11月とかかな。11月か12月か。11月末だね。充電が少なくなってきました。ふう、明日の準備もしないとね。まあ、でも福岡もね別にそんななんか観光スポットがあるかって言われたらあるんかなってなるけどね。いざじゃあ
福岡に誰か来るってなって、じゃあ案内してあげるよってなって、もうなんかご飯食べ物、さらはまあカフェも行けるけど、カフェとご飯以外はなんかここみたいな、むずい、まあ太宰府みたいな太宰府みたいな、まあ、地元の人だったらさ慣れとるけん、あんまりそこにそこをいいじゃんと思うんだけで、初めて来た人からしたら太宰府とか海辺とかも全部行きたいポイントなんやろなとは思うよね。行きたいスポットなんだろうなと思う。宮島、あ糸島とかね、まあ宮島とはちょっと違うけど、確かにまあそういうのは確かにあるかもしれないですね。なんか何って言われたらむずいかも。でもまあそんなんやったら東京とかもそうか、東京タワーとかスカイツリーとかじゃない限りさ、言うて新大久保とかもさ、その場所なだけでさ別にねって感じよね。慣れとるけん、なんかそう住んどった時、福岡に住んどった頃はなんか福岡いいなってそんななんか言われたりとか、福岡が住みやすい町、住みたい町ランキング何やっけ、住みやすいなんか知らんけどなんか1位みたいなって言われても何もないよって思っとったけど、出たらやっぱ良さに気づける。一旦ね出てみると気づくこともある。まあね確かに空港が近いわね最大のポイントかもしれんね、最大のいいポイント。福岡地下多い？あー確かにそうなんかな、地下でまあ確かにいろいろ確かに行けるんか、確かに広島よりは地下が広い、地下がある。広島空港だってさそんな行ったことないよマジで、何回あるかなって感じ、数回 2,3 回しか多分行ったことないぐらい行く機会ない。桃鉄は北海道かな行った時と
なんかごちゃをめっちゃ急いで公園抜けて行った時、そう新幹線の終電じゃ間に合わんぐらいより後の飛行機の最終便かなんかで行った時ぐらい、あと一回なんかありちゃんと行った記憶あるな、あれも桃鉄かな、なんか忘れたけど、なんか一回ぐらいで本当にね全然ねないね、 2,3 回しか広島空港行ったことない、ほぼ新幹線。韓国もね一回福岡に行ってから行ったし、マレーシアも大阪から行ったし、そうやけどなんか本当に広島から行くこと全然ない、広島空港全然使ったことないです。もう充電が 8% になっている。明日もねお話し会ですので、明日もっていうか明日はお話し会ですので、くれる方はよろしくお願いします。そろそろランキングを読みたいと思います。48位ゆうきあきたさん、24位奥行きさん、13位中田さん、12位モンブランさん、11位めちきのこさん、10位ともゆきさん、9位マグさん、8位ビタミンさん、7位すけさん、6位ジョンファンさん、5位やじうまさん、4位ゆちゃん、3位いとちゃん、2位ピレスさん、1位赤エルサンタさん、ありがとうございました。それでは本日もありがとうございました。明日のお話し会もよろしくお願いします。明日のお話し会来ない人は特に今再販受付中ですので申し込んでください。それでは終わります。バイバーイ。バイバーイ。